フルビオ・ベルニッツィは、イタリアの指揮者、ブッセイトの生まれ。1930年に、パルマ音楽院に入学し、ジュゼッペ・アレッサンドロに、バイオリン、ジョバン・ニ・ダマートにトランペット、アキーレ・ロンゴに、音楽学、ジョルジョ・フェデリコ・ゲディーニに作曲を学び、音楽院在学中より、自ら合奏団を結成して、音楽活動を行った。 1938年にディプロマを得て卒業し、1939年にファシスト等の全国余裕事業団のコンサートに参加している。1945年にパルマ王立歌劇場でバイオリニストのジャニー・ノ・カルピと共演して改めて指揮者としてデビューを飾る。1953年から鳥のイタリア放送公共楽団を指揮するようになり、 ミラノイタリア放送公共楽団も振るようになった。1972年からは、トリノ王立歌劇場の芸術監督に就任。1977年から、再三来日するようになり、1982年から1984年まで、京都市公共楽団の常任指揮者を務めた。1987年に、スイスイタリア語放送還元楽団に客演して、以降は、 表舞台から遠ざかった。トリノにて没。バッソ、アルベルト、バッシ、エンリオ、イルヌ・オーボ・テアトロ・レギオ・ディトリナンバー、カッサ・ディリス・ポーム・オディトリナンバー P158、オクク8億6千21万2411、フルビオ・バーン・ニジー・テスタモニアンズ、スラビータ、イースラム・ジカ。2017年7月18日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2017年7月18日へ閲覧。ありがとうございます。